ヤクタウンです。今日はジャンル別まとめ動画です。今日のテーマはこちら。このテーマでめちゃくちゃ美味しかったお店まとめてきましたので、ぜひ最後までご視聴ください。どうぞ。毎日 YouTube 生活、今日は香川のグルメのお時間です。ということでヤクタウンです。どうぞよろしくお願いします。今日紹介する動画で合計540店舗目のお店となります。そして今日は讃岐うどんではなく香川の洋食和食屋さんの紹介をさせていただきたいと思います。ということで今日向かっているのは香川県観音寺市にあるくまキッチンさんの方へ向かっていっております。それではこのくまキッチンさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.17 点、そして Google の点数が 4.0 点となっています。営業時間はモーニングが8時から11時までで、ランチが11時から15時まで、定休日は毎週火曜日と第1木曜日となっています。車の場合最寄りが大野原インターで、駐車場は約15台分あります。最寄り駅は豊原駅で 2.8 キロ程度離れた位置です。こちらのお店おすすめはボルガライスです。福井県のご当地グルメでオムライスの上にとんかつが乗ってるのをボルガライスって呼ぶみたいです。メニューがめちゃくちゃ多くて洋食から和食まで揃えてます。店名のくまキッチンって名前の通りくまがテーマのお店です。ということで到着です。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。外観内観もピンクでおしゃれカフェっぽい雰囲気あるんですが、案外男性客の方が多いみたいです。あ、どうもこんにちは。それでは空いている席について何を注文するかメニュー見ていきましょう。すいません、注文いいですか？はいはい、ボルガライスで。ボルガライスってどんななんですか？オムライスにとんかつが乗って、はい、デミグラスソースがドバーッとかかる。あ、じゃあすみません、それで、はい、よろしくお願いします。はい、店内はこんな感じになってます。壁はピンク色で統一されていて、テーブル席が配置されています。料理の待ち時間の間は漫画置いてあるので退屈しのぎもできます。はい、いただきます。はい。それではいただきます。ボルガライスにサラダに調味料一式がついてきます。で、改めてボルガライスの説明ですが、オムライスの上にとんかつが乗っていて、そこにデミグラスソースがかかっているものをボルガライスと呼びます。オムライスの卵は巻きかふわとろか選べるんですけど、今回僕は巻きにしています。ということでオムライスからいただいていきます。デミグラスソースの甘酸っぱさがこのケチャップライスに相まって美味しかったです。ご飯の量なんですけど、これカフェっぽい小盛りのなんかおしゃれな感じではなくて、結構しっかり昼食に食べる量があるので、全然お腹が空いてお腹満たしたい時でもありです。それではとんかつもいただきます。とんかつもすっごい肉厚でしっかりとしてます。衣は揚げたてのサクで、なんとこのとんかつお肉だけで 100g あるということです。とんかつと卵、そしてご飯を一口で食べるのがどうやらボルガライスの流儀ってインターネットで調べたら書いてあったので、そうやっていただいていこうと思います。これだけ分厚いカツをこのご飯と一緒にっていうのは、確かに一緒に食べたら美味しいんですけど、単純に食べにくいので普通に別々で食べていきます。調味料から粉チーズがあったので、これパスタ用っぽいんですけど、かけたら美味しそうだなって思ったんで、ちょっとかけていただいていきます。個人的にこのチーズかけた方が僕は好きでした。ケチャップのトマト感とチーズって合いますよね。どうやらタバスコも合うみたいなので、これだけオムライスの量もあるので、味変しつつ食べていけるのがとても嬉しいなって思います。それではサラダはドレッシングをかけていただいていきます。今カメラの画角的に見えてないんですが、キャベツの裏にミニトマトが隠れてます。やっぱり栄養面を考えてもサラダがついてくるって嬉しいです。今日の動画を見てボルガライス食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、洋食好き和食好きの方や香川県出身の方にこちらの動画をおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。外観によらず男性客でも全然喜べるメニューが揃っています。で、料理が来るまでの待ち時間、店主さんはまだ読まれてないということですが、お客さんのためにワンピース全巻揃えていたので、漫画を読みに料理食べに来るっていうのも全然ありなのかなって思ってます。生姜焼きとかチキン南蛮、あと唐揚げとか、基本的にそこら辺お肉だけで 200g は超えた量出してくれるので、がっつり行きたい時にもぜひどうぞ。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。しました。冷凍と漫画盛りご飯です。漫画盛り。これレギュラーメニューです。今月な。毎日 YouTube 生活。今日は香川のグルメのお時間です。ということでヤクタウンです。どうぞよろしくお願いします。今回紹介する動画で合計565店舗目のお店となります。そして今日は讃岐うどんではなく、香川のランチもできるダイニングバーへ向かっていっております。ということで今日向かっているお店は香川県高松市にある小箱ダイニングさんの方へ向かっていっております。それではこの小箱ダイニングさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.28 点、そして Google の点数が 4.2 点となっています。通常の営業時間はお昼が11時から14時半までで、夜が17時半から22時まで、定休日は毎週月曜日と火曜日、時短の時とかは昼食の通りになってます。最寄り駅は三条駅で 1.1km 程度離れた位置で、車の場合最寄りが高松中央インター、駐車場は6台分あります。おすすめは大人様プレートです。マンボウを機にランチも始めたんですけど、それがあまりにも好評で今後も継続してやっていくということです。イタリアンにアルコールも揃えていて、コース料理のみが予約制となってます。その予約には席予約と、あと駐車場の予約も一緒についてきます。ということで到着です。今日食べに来ているお店はこちらです。今日はデブ吉さんです。どうも、またまたデブ吉です。はい、今日はですね、自分の中で今一番一押しの小箱ダイニングさんを紹介したいと思うんで、はい、よろしくお願いします。すごいですね、一押し。行きましょうか。月3ぐらいで今来てますから、ね、めっちゃ来てますね。こんにちは。こんにちは。メニューは月替わりで変わったりするんですけど、それは小箱さんの SNS で発表されたりするんで、そちらチェックしてみてください。それでは案内していただける席に着きましょう。ちなみに駐車場は少ないので、できるだけ乗り合わせで来るようにしてください。カフェですね。いや、カフェじゃない。違うんですか。カフェと間違えられる。お食事どころ。このパスタセットに関しては毎月変わるんですよね、これ。内容が。で、基本は3種類なんですけども、それとは別に限定のメニューがあったりとかします。で、今回ヤグタンさんも気になっていたこの大人様プレート。はいはい、これでもいろんなものが食べれるんでね、すごいおすすめで。そして漫画盛りがあります。ルイボスティーになっております。え、何ですか。ルイボスティーです。ルイボスティー。はい、大人様プレートで。はい。どれもやっぱり気になる。今月のパスタ3種類、はい、かしこまりました。はい、大人様プレートのお客様、ご飯の量が小中大漫画盛りとお選びいただけますが、どうされますか。漫画盛りってどのくらいですか。もうじゃあ2本昔話みたいな漫画盛りでかしこまりました。ご注文以上でよろしかったですかね。はい、それではご用意いたします。はい、お願いします。店内はこんな感じになってます。めちゃくちゃ清潔感のあるおしゃれな店内となっています。で、カウンター席もあるので1人でも来やすいし、テーブル席も揃えているので複数人でも全然 OK です。駐車場はお店の前に6台分あります。コースを予約した方は駐車場予約もできます。黄色いコーンがそうです。はい、パスタセットの前菜ですね。イワシのフリとキッシュですね。ほうれん草とベーコン、ミックスビーンズがサラダになっております。スープの方が本日ストラッチャテッラという鶏だしで作ったスープになっております。合わせのパンになります。これがパスタのセット。そうですね、セットですね。あとパスタとパンがつきます。まずはチキンボールとレンコンのクリームソースで軽いマスタード風味です。ホタルイカと新宿のトマトソースと、これが桜エビと春キャベツのペペロンチーノです。すげーこれレギュラーメニューです。今月の3月のメニューです。これに限定発色の小箱の鉄板ナポリタンがあります。はいはい。これデブ吉さん全部1人で食べるんですか。美味しくいただきます。すごい。基本的にパスタランチっていうのはこの前菜、パン、スープとこの3種類の中から1つ選ぶようになります。なるほどなるほど。いつもデブ吉さんこんなよく食べますか。全部食べてね。全部食べよう。いろいろと食べて帰ってくれるんです。すごいな。お待たせしました。プレートと漫画盛りご飯です。これが漫画盛りですね。ごつー。いっぱい。これご飯おかわり自由。自由です。これ食べてもらってさらにおかわり OK です。もう一回漫画盛りです。すごすぎる。いただきます。はい。じゃあいただきます。いただきますというか、これ漫画盛りがすごいですね。これね、ご飯白米じゃなくてね、もち麦が入ったんですよ。あ、もち麦、うん、もち麦なんですかこれ。しっかり、はい、ちょっとね、食べ応えがあるんでね。ちょっとこれだけ先もらおうかな。いただきます。噛めば噛むほどね、味が出てくるんでね、おかずもいっぱいありますね。エビフライは基本的にずっとついてきよんやけども、はい、その横、今月はメンチカツがついとったりとか、この豚肉のやつと小鉢もこれ毎月変わる感じになります。月替わりなんですね。エビフライからいただく。タルタルもいっぱい。どう食べてんかわからん。それはもう頭からいってもらったね。結構これも軽いですね、さっくり上がって食べやすい。カップルとかで来た時にね、男の人が食べるもんに悩んだりとかする時に、この大人さんのメニューとかいいかもしれないね。とりあえずまあいっぱい食えるし。そうそういや、パスタはちょっとみたいな人にも全部おすすめです。うまっ、なんやろこれ、マスタードソースかな。マスタードソース、あ、うまっ。米が進むでしょ。美味しい、めっちゃ美味しいです。これ何品あるんだ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10かな。10品ぐらい乗っとるんで、めっちゃ楽しめますね。これホタテとかあるのすごいですね。ウインナーかな。ご飯がこうバッて持っとるけん、なんかざっくりした味なんかなって思ったら、全然料理そんなことないですね。繊細っすよね。どれもちゃんと手をこまして作ってくれた。なんせご飯が食べづらい。盛りすぎて食べれる量が分からんときは小からスタートするとか、結局おかわりできますもんね。そう。じゃあ薮田さん、パスタもちょっと食べていただいたらと思うんで。いいですか。まあほんの少しやけども、お裾分けで一口ずつ。じゃあペペロンチーノ、桜エビやったっけな。あ、濃いですね。濃い。これでご飯僕いけるかもしれない。これでご飯いけるぐらい。ホタルイカと春菊のトマトソース。あ、ホタルイカやば。イカもちゃんとまるっと入ってるんですね。男性向きのメニューかもしれない。全体的にしっかりめな味付けにしてくれたんでね。チキンロールとレンコンのクリームパスタ。あ、レンコン、揚げレンコン、レンコンチップスかな。そのチキンロールがね、一押しです。柔らかいです。クリームソースとレモンの酸味がね、しっかり効いたのが美味しい。美味しいけど、デュクちゃんくれすぎかもしれないです。多いですよこれ。大丈夫です。多い。美味しい料理は量が食べれる。これここまで食べて気づいたんですけど、間にもこれのり玉入れてくれたんですね。飽きんように。なんて気遣い。メンチカツもふわふわしとってめっちゃ美味しかった。これが今月でしたっけ。今月のメニューです。ソースもうまいんで、みんなに食べてもらいたいおすすめメニューです。美味しい。もう食べれません。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ランチとか食べたらこのドリンクも110円で。110円でこの量が出てきます。これデブキさんなんでしたっけ？これグリーンアップルソーダ。グリーンアップルソーダ。で僕のがチャイナブルーです。チャイナブルー。どっちもノンアルドリンクなんでね。すごいですよね量が。じゃあこれいただきましょう。毎日 YouTube 生活、香川のグルメのお時間です。ということで、ヤグタウンです。どうぞよろしくお願いします。今日紹介する動画で合計588店舗目のお店となります。そして今日は讃岐うどんではなく、香川のマグロ専門店さんの方へ向かっていっております。ということで、今日向かっているのは香川県宇多津町にあるマグロ食堂店さんの方へ向かっていっております。それではこのマグロ食堂店さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが、まだ点数ついておりません。 Google の点数は 4.5 点となっています。営業時間はお昼が11時から14時までで、夜が17時から20時まで。定休日はなく無休でやられています。最寄り駅は宇多津駅で 700m 程度離れた位置にあって、駐車場は共用で約22台分ぐらいあります。おすすめはとろ若丼です。今年の3月1日にオープンしたマグロの専門店。大将は大阪の方で、マグロの卸業歴がなんと30年にもなるということで、今もそのマグロ卸業は継続をしていて、だからこその価格帯で提供してくれます。ということで到着です。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こんにちは。はいはい。お店に入ったらとりあえず空いている席に着きましょう。壁にいろんなメニューが貼ってあるんですけど、それちょっと見にくいのでリングにまとめられた紙があるので、それを見て注文していきます。天然生キハダマグロとかを使っていて、丼に握り寿司に定食と種類も多く揃っています。店主さんが1人でやられているお店なので、注文は取りに来てくれません。だから決まったら自分から注文の方を呼びかけに行ってください。大将、注文いいですか？はいよ。とろ赤丼の大盛りで酢飯で、はい、お願いします。はいはい。特選マグロトロと赤身の半々丼にしました。白飯か酢飯どちらかを選べるので、好きな方で頼んでみてください。入り口すぐのカウンターのところと、あとこのカウンターの奥にもあるんですけど、コップ、爪楊枝、ガリが置いてあるので、それはセルフで取ってください。ちなみにここにはコップが置いてあるだけで、お部屋はピッチャーで各テーブルに置いてあります。食べ終えた後の食器の返却もセルフになっていて、それは奥手側のカウンターの方にあります。店内はこんな感じになってます。こじんまりとしていて、カウンター席にテーブル席があるだけのお店となっています。駐車場はこんな感じになっています。交差点のすぐ角にあるんですけど、結構外観が派手なので見つけやすいと思います。駐車場の入り口と、あとこの駐車場のスペース自体もちょっと細く入れにくくなっているので、気をつけて駐車してください。はい、いただきます。はい、どうぞ。それではいただきます。丼系は量もしっかりとしてて、僕が今回頼んだ大盛りならご飯が 300g、 トロが 100g、 赤身が 100g となってます。毎回一工程ごとにはかりで測ってるので、きっちりした量と配分で出してくれます。あとテーブルにたまり醤油があるので、これも一緒に持ってきてくれた小皿に入れていただきます。酢飯にタレをかけて、その上に海苔、そして半分にトロ、半分に赤身が半々で乗ってて、その上に卵黄、ごま、しそが乗って味噌汁もついてきます。それではかなり楽しみにしてたこのトロからいただいていきます。やっぱりトロうまいです。舌の上で柔らかく脂がとろけます。角切りになってて、この一個一個が大きいっていうのもすごい嬉しいですよね。酢飯はほんのり甘酸っぱくてちょうどいい感じの味付けです。個人的になんですけど、僕熱々のご飯の上に刺身が乗るのがちょっと嫌いで、これは温度も程よくちょうどよかったです。次は赤身を醤油とわさびでいただきます。癖も筋もなくて食べやすいマグロでした。たまり醤油もこれ結構甘くて刺身にすごく合うような醤油だなって思います。卵も割って絡ませていただいても美味しいし、あとガリのさっぱりをこうマグロを食べて次のマグロとの間に食べてっていうのもすごい良かったです。トロだけだったら多分ちょっとむつごくなってるんだろうなって思ったんですけど、赤身と半々に食べることによってなんかすごく最後まで美味しく食べることができました。今日の動画を見てマグロ丼食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、マグロ好きや香川県出身の方にこちらの動画をおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。マグロの専門店っていうのが香川ではもうまず珍しいですよね。僕もあんまり詳しくはないんですけど、これだけ本格的なのをこの価格帯で食べれるって多分安いんだと思います。あと大将が1人でやってるので、注文から提供までの時間がちょっとかかるかもしれません。そこは理解していった方がいいと思います。テイクアウトもあるので、そういうのを活用してみてもいいと思います。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。毎日 YouTube 生活、香川のグルメのお時間です。ということで、ヤクタウンです。どうぞよろしくお願いします。今日紹介する動画で合計610店舗目のお店となります。そして今日は讃岐うどんではなく香川のとんかつ屋さんの紹介をさせていただこうと思います。ということで、今日向かっているのは香川県高松市にある勝福高松春日店さんの方へ向かっていっております。それでは勝福高松春日店さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.29 点、そして Google の点数が 3.4 点となっています。営業時間は11時から22時までで、ラストオーダーが21時半、定休日は毎週月曜日です。最寄り駅は片本駅で 1.4 キロ程度離れた位置、駐車場は約8台分あります。おすすめは厚切りロース定食です。勝福さんは愛媛県に本店があって2店舗、香川県ではこちら高松春日店さんの1店舗となっています。毎週水曜日がめちゃくちゃお得な日になっているので、もう特に行くならおすすめです。 G-TOOL っていうアプリで初回無料プレゼントもあるので使おうと思います。ということで到着です。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こちら券売機で食券を買うスタイルで、今回使う G-TOOL っていうアプリ起動したらスタンプも自動で貯まります。こんにちは。券売機は普通のタイプだとタッチパネル方式の2台並んでるので、空いている方で注文してください。テイクアウトもできるんですけど、それはこのタッチパネルの券売機でやるようになります。この日は水曜日でいつもよりお得なのが3つ商品あります。どれも100円以上安くなってます。カツ丼に極厚カツ丼、そして厚切りロース定食、この3つが安くなってます。今回は厚切りロース定食を注文しようと思います。発見したら自動で注文が入るので、お冷やかお茶を汲んで番号が呼ばれるまで席で待ちましょう。で、今回ジートルっていうアプリで初回無料特典の唐揚げ1個サービスをもらおうと思ってるので、それもお願いしに行きます。あ、すいません。これジートルのクーポン使ってもいいですか？これお願いします。はい、お願いします。店内はこんな感じになってます。券売機があって、あとは席で待つスタイルなんですけど、カウンターが多く用意されているお店です。とんかつですがリーズナブルに食べれて、一人でも来やすいお店です。駐車場はこんな感じになっていて、お店の正面そして側面に止める場所があります。はい、できたら初見にある番号で呼ばれて、モニターにも表示があります。それでは取りに行きましょう。はい、お願いします。いただきます。それではソースを作りましょう。すり鉢があるのでごまを入れてすりつぶしていくんですけど、僕あんまり作り慣れてないもんでソースを先に入れてしまいました。結果すりつぶせたら OK ということで、ご愛嬌ということでお願いします。それではいただきます。定食ということで内容かなり豪華になってます。厚切りのロースカツにキャベツが添えられていて、ご飯に漬物に、あと味噌汁じゃなくてあれ豚汁なんですよね。そしてジートルで無料になった唐揚げが1個ついてます。水曜日のお得な日っていうのもあって、もうこれだけあって700円っていうのはやっぱこれは安いなって思います。それではソースをかけて、この真ん中のいいところからいただきます。商品名通り肉厚のロースカツです。これ 160g あります。脂身も適度に柔らかい肉質のとんかつでした。三元豚っていう種類の豚を使ってるみたいで、このソースの甘じょっぱさにごまの風味もあります。ソースは完熟果実と、あと野菜と9種類のスパイスで作ってるっていう、濃厚なこうとろっとしたようなフルーティーな甘さのあるソースでした。衣はどちらかというとしっとりした感じだなって思います。どうやら米ぬか 100% の米油で揚げているということで、体に優しくて、あと胃がもたれないような油でやっているということでした。からしにレモンもついているので、自分の好みでつけて味変しつつ食べれるっていうのが嬉しいです。最初味噌汁かと思ってたんですけど、これ豚汁でした。予想外にいい方向になったので、ちょっとテンション上がってます。この豚汁がもうすごい美味しかったです。いりこにかつおにしいたけで取っただしということで、濃すぎない素朴でまろやかな甘い香りのある豚汁です。具材もたくさん入ってて、豚肉はもちろん、大根に人参にごぼう、そしてしいたけにこんにゃくと具だくさんの豚汁、とても美味しかったです。キャベツもてんこ盛りに盛られてます。口の油感をリセットしてまた美味しく食べれるのがいいですよね。ドレッシングでいただきました。それではGトルで無料になった唐揚げを、専用のタレがあるのでこれをかけていただきます。唐揚げにかけたのは油淋鶏のタレということで、甘酸っぱくて、唐揚げ自体にはニンニクとか生姜でパンチの効いたすごくジューシーな唐揚げです。今日の動画を見てとんかつ食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、とんかつ好きや香川県出身の方にこちらの動画をおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。実はとんかつ、端っこの脂身がちょっと多めなところが好きなので、両端っこあるのがすごい嬉しかったです。勝福さんは次回から使える割引券もお盆に載せて一緒にもらえるので、次からもお得にいただけます。そして今回唐揚げ無料でもらったGトルのスタンプ、これも1個貯まるごとに毎回割引があるので、割引の併用はできないんですけど、チケット忘れた時とかこういうのを使って食べに来るっていうのありだと思います。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。1、2、3、4